の笑顔を見せて、僕の大好きな時を止めてしまう魔法みたいに。諦めなければ何かいいことが起こっていると僕たちが見せられたらなと思ったので、まあ少しでも元気になってもらえればと思って頑張りました。今日僕たちの前で挨拶してくれた言葉に僕たちがすごく勇気を得て今日頑張ることができました。本当にありがとうございました。3月11日の震災の後、僕たちの生活は大きく変わりました。公園やサッカー場には次々に仮設住宅が建ち、転校していった仲間たちもいました。そんな中でも全国の皆さんから温かい支援や励ましにより、僕たちはこうして大好きなサッカーを続けることができています。今日の試合、みんなで一生懸命応援しますので頑張ってください。 FC 山田キャプテン福田颯太。顔見ろ、何照れてんだ顔見ろ